2003年の東京ドーム、うん、健信さん投げてる投げてる時のバックホームだとか、あのー、犠牲フライ同点だとかなんか工藤さんがバーンって言ったやつ、じゃんっんってね、てねあれキャッチャー谷重さんが普通こう取るやつを両手でこう取りに行った感じだったよ。あれはもうハ<何>メハメハ受ける時のベジータ,の,の,ジータの取り方だね。あれをはい。 俺らがまっすぐ投げても一切こうやって取っとった肘ついてこうやって取っとった谷茂さんがアレックスオチョワのマックホームだけはこうやって取りに行ったもんねまあ、秀ちゃんもこう取られてったよねいや、取られてなかったいや、こうやって取っとったよ絶対。僕のもっこんな感じでしたもっとひどいこうやって取るよねもっとひどい時はこうやって取る全然セーフの時はどうかなと思ってみたらこう、こう取るもう谷茂さんはもうダメっていう